GB のラジオ、略して GB よ。始まりました。 GB のラジオ、略して GB よ。お相手はみんなのアイドル GB でございます。よろしくお願いします。2年前ぐらいからね、僕がインスタライブやり始めたんですけれども、まあ、その中でコメントでラジオ感覚で聞いてるのでポッドキャストできたらやってみてくださいっていう声がちらほらあってですね、なかなか勇気が出ずにどうやったらいいのか分からずにいたんですけれども、満を持してポッドキャストスタートいたしました。インスタライブはね、こうみんなからのコメントをリアルタイムで読んで会話してる感覚で、こう一人ぼっち感はないんですけれども、このポッドキャストはね、ずっと一人喋りなのでちょっと非常に緊張していますけれども、毎回毎回トークテーマを決めて、そのトークテーマに沿って、話していこうかなと思っています。みんなからそのトークテーマにこうまつわるエピソードトークみたいなのもね、もらいながら、ラジオのお便りみたいでしょ、もらいながらやっていければ、話が苦手な僕でも一人喋りできるんじゃないかなと思っています。なのでこの番組、まあ、インスタライブ同様にみんなのお力がないとただの放送事故になってしまうので、どしどし、コメントメッセージお待ちしております。まあ、別にねトークテーマに沿ってなくても、悩み事とか相談事とか、GB さんかっこいいよみたいなそれ冗談ですけど、まあそんなのでもいいのでコメント待ってますね。さて今週のトークテーマは幸せを感じる瞬間。いやー、みんなねたくさんコメントをくれて、今回のこのトークテーマに沿って、なので今回は前半後半、まあ今回はに限らずね、こうやってたくさん来たら2週にわたって前半後半みたいな形で話していけたらなと思っています。幸せを感じる瞬間、みんなのね紹介する前に僕のをちょっと紹介したいなと思っていて、今回ね僕と同じ感覚の人がちらほらいてですね、すごく親近感を感じてるんですけれども、まあズバリ僕が幸せを感じる瞬間はご飯を食べる時、まあもっとね、まあこれだとちょっと浅いから、具体的に言うと、まあ学生の時とかさ、学校終わって、まあ部活終わってちょっと夜、夕方じゃなくて夜になっててさ、お腹すいたなみたいな、駅から自分の家に帰ってたりとかするときに、まあ住宅街というか家がねたくさん並んでるところを通ってさ、こう換気扇とかからこう各家々の夜ご飯の匂いが、作ってる匂いがこう香ってくるわけですよ。あ、焼き魚だなとかさ、まあ、カレーだなとか、ちょっとごま油の匂いするなみたいな、その匂いもそうなんだけど、生活音っていうの、周りの生活音、もうこっから始まってるわけよ。もうこっからビルドアップしてってるわけ、この高揚感というか、こう幸せゲージが溜まってきて、で家が見えてきて、家の中入って、家の中でもこうキッチンでさ、おばあちゃん、お母さん、おばあさんとかが料理作ってるのを聞こえてね、部屋入って洋服着替えて、ただいまみたいな、おかえりみたいな、ちょっとやり取りがあってさ、食卓についてご飯を襲ったりとかしてさ、みんな家族がこうみんな座ってきて、一日会った話みたいなしながらさ、今思うとね、あの当時はね多分そんな意識してなかったと思うんだけど、今こうやって振り返ってみると、ああ、あの時間って幸せだったなっていう、あれがこう毎日毎日続いてたっていうのはすごく幸せなことなんだなって思うわけよ。それこそ僕とかもおじいちゃんとかおばあちゃんとかも亡くなっちゃったんだけどさ、もうないわけじゃん、それは再現できないからさ、こうやって思い出すと、あ、めちゃくちゃ幸せだったんだなって思ったわけよ。だからこう家族でご飯食べてる時とか書いてくれてる人がいると、すごく親近感が湧いたね今回ね。ちょっとね説明が長くなっちゃったんですけど、僕が幸せを感じる瞬間はご飯を食べてる時。ここで一曲みんなに聞いてもらおうかな、ちょっと実家とか地元の話をしてたので、この曲を聞いてもらいたいと思います。聞いてください、 GB でホーム。